はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。というとね、前回からね、真面目に続きなんですけどね、何のセーブもしてなくて、前回の完全なる続きです。というとね、動画出す時間はね、空いたと思うんですけど、編集したりなんだりでね、かなり作業してますのでね。なので、まあその間にね、まあアドバイスいただいた方とかいると思うんですけど、もう先進んでるのでね、おそらくその頃には。決して無視してるわけではないのでね、まあそういう目でよろしくお願いします。ということで、あ、そうか、台があるから、キメラの翼は使わなくて、ちょっと暗くなってきたね。クリアね、日数とかね、まあそんなの、まあね、最速とかね、狙ってれば、何日かでクリアとかね、あるんでしょうけどね。自分そこまで狙ってないので、とりあえずクリアできればいいかなと、まあとりあえず与えられたクエストとかミッションとかね、そんなの全部こなせればいいかなと思ってますので、とりあえず全部行ってみましょう。一番右がマイラってことは、左がじゃあ、メルキドの人とかいいんじゃない？三賢者、そっか三賢者なんだろうと思ったけど、まさかの一人が姉子だったので、あれはびっくりですね。あれなんだろう、また違う鉱石だったりするかもしれないから、あ、そうだ、超激突マシン取ったんだ。これね、最初ね、使い方全然わかんなくて、何これとか思ってたんだけど、ものすげえ使えるものなんで、これね。はい。ドン。めちゃくちゃいいですよね、これね。3章ではね、大いなる役に立ってくれましたので。さて。ってことは、これね。これは銀？だから簡単に言うと、魔法の大砲があるので、まあ、こういうことで。今までの黒何だったらなばりに簡単に壊せますけど。あ、飛び越えちゃった。ああいう廃墟とかにね、宝箱とかあって、なんかいきなりボスみたいな現れたりするからね。お、鉱山。まあこういうとこ寄るからダメなんだよな。でもここ9って書いてるから、あー、なるほど。一応言っといた方がいいか、何かあるかもしれないからね。何もないんかな。魔法の大砲っていうすごい武器があるので、自分には。ところで、ここは？あ、なんかあるね。あー、来ました、毒沼。毒沼って浄化したらどうなの？何もないんか。あ、このいましたね、ウドラとか。あそこにもなんか木あるけど、オリハルコンとかあればいいんだけど、こんな強くなかったよな、最初。ウドラだもんね、こんなの。こんなドラケオファンにいないからね。なんかまた冒険しがいありますね、これね。何取ってないとかありそうだもん、後で。さて、穴ぼこがいっぱいあるとこかな。なんか左もなんかありそうな気はするけど、毒沼そんな食らわないんで、別に。まあ、食らいながらでもいいから、行ってもいいかなと思うけどね。エルさんかな。おお、私としたことが何ということでしょう。これ違うかな。精霊ルビス様のお告げを受け、リムルダールの力、ラダトームを目指してやってきたというのに。あ、こっちがリムルダール編だ。あの方にお渡しする大切なものを魔物に奪われてしまうなんて。ここにある魔物の巣を破壊すればなんとかなるもの。おお、そこの旅の方はこれを差し上げます。どうか魔物の巣を破壊してください。これエルさんだよね。わあ、今までテンションきつけ役、しびれたりなんだりする雨雲の杖を取り返してください。 L さんでしょ、あんた。 L さん、まだ気づいてないな。あ、これキャタピラ。毒に侵された。そうだね、こんなんだ。
ケア。でもこんなんいくらでも空いてくるから上上がればいいんだろうと思うけど。キャタピラーです。まだあるのかな。これあったもんね、こんなのね。時間と守りの巣みたいな。わあ、そうだ、この人はこんなん使ってくるんで忘れてましたね。よし、上質な毛皮とかもそろそろ入ってくんじゃない。あ、ここはいろいろ出てきたけど、舐めるな、うまいだろお、あ、言ってるそばから毒矢頭巾、これこれ傷薬いっぱい取れる。ここちょっと集めよう。また逃げる。よし。パンチが効かない。ここで壊れる。あ、完全に食いつかれた。しまった。ちょっと。毒矢邪魔。いくらでも出てくるのか、これ。マジかよ。こっちの方がいいな。あ、怒っちゃった。怒ったら逆に倒しづらいんじゃないの、ああいうのって。これどうしよう。え、カニどこ行ったん。うわー、お前ら本当に、うわっ、あー、よかった、危ねえ、あぶねえ、今絶対死んだと思った。やばい、お前ふざけんなよいやー焦ったー、今絶対死んだと思った。4時、あぶねえ、怖え。まだ一回も死んでなかったからね、ここは。まあ死ぬのは覚悟してましたけどね。よし、L さんこっちだね、確か。こっちいましたよね。入り口が多分、あ、いた。これちょっと上の矢から邪魔だね、これ本当にね。倒さなかったら自分が悪いんだけど。こんなに負けたらシャレになんないからな。回復重要だね、ここはね。まあ自分が下手なだけだけど、それは分かってっからねよしよし、魔物の巣を破壊してくださったんですね。助かりました、本当に。ありがぼっこ様、あなたはぼっこ様。おお、なんということでしょう。エルさんだよね。実は精霊ルビスからお告げを受け、竜を倒す準備を進めるぼっこ様のためにとある大切なものを届けようとラダトームに向かっていたのですが、魔物たちに押され奪われてしまって。え、何ですって、雨雲の杖ならもう取り返したと。お、さすがぼっこ様、それこそ私がぼっこ様にお持ちしたもの。何でもそれは虹の雫という道具を作る鍵となるものだそうです。もちろん雨雲の杖は差し上げます。時が来る前に大切にお持ちください。ぼっこ様、私も一度ラダトームの町にお連れいただけませんでしょうか。
微力な私ですが、ほんの少しでも竜王を倒すボッコ様のお役に立ちたいのです。はい、喜んで一緒に行こう。あ、この方だね。拠点狙うモンスターが現れた。とりあえずいいや。おう、ボッコ、三賢者のうちの一人を連れてきてくれたんだな。ふむ、あれがリムルダールに住むエルという修道女か。修道女だよね。お前はあの女性と一緒に薬を開発し病と戦っていたというのか。あのように美しい女性とそのようなこと。うむ、それは羨ましい。羨ましいぞ、ボッコ。ん？リムルダールを支配していたヘルコンドルもお前が倒しただと？わははは、冗談は顔と体と手足だけにしてくれ。大工に毛が生えたような存在のお前がそのような巨大な魔物を倒せるはずがないだろう。ましてやお前が竜を倒すなど、へそが風呂を沸かす勢いだぞ。はっはっは。まあ、ヘルコンドル一番自分苦手だね、あれはね。それはそうと、三賢者が持ち寄る道具があれば竜を倒す道ができるらしい。あとは竜を倒す装備が整えばビルダーとしてのお前の役目も終わりだな。小さな体で責務を果たすのは辛かろうが、もう一踏ん張り頑張るのだぞ。はい。おい、いいね。RPG とかだったらね、頭で考えて、まあまあ、まあそうだね、RPG じゃなくても考えますけど、このね、アクションがね、やっぱり慣れ必要なんでね。もう、なんということでしょう、ここがラダトームのお城。どこもかしこも、ボッコ様らしい素敵な建物やお部屋で溢れていますね。さすがボッコ様です。あなたのお力なら、竜王も必ず倒せます。え？もちろんボッコ様が竜王を倒しに行かれるんですよね。ね？ね？あ、こんな喋り方だったね。今のこのアレフガルドの世界であなた以外に竜王を倒せる者がいるとは思えません。ボッコ様、最後まであなたのお力にすがって申し訳ありませんが、どうか竜王を倒し、この闇に閉ざされた世界をお救いください。ああ、ボッコさんじゃなくて、エルさんね。一回危なかったかね、病でね、この人ね。おお、いいね。こんだけあればもう。じゃあ最後の三賢者探そうか。ああ、回復こんだけあればいいや。とりあえずね、自分のね、アクション力がね、まあ、下手くそなんでね。まあなんとか頑張りたいところですけど、レンガの調理台そういえば手に入れたというかあるから、これどこ行こうかな。ここでもいいんだけどね、別にね。こんなん作ってないもん、骨付き肉。ね。目玉焼き。まあ、アイテム欄これで減るので、でね、まあ、目玉焼き食べておけば、アイテム欄また開くので、これでいこうか。宝箱を3つって言ってたから、これをここに置いて、ね。もうこれでここにタペストリー置けば関係ないもんね。小さくなった。まあ、小さくなったけど、これ宝の部屋なんない？え？あ、そっか、火がないのか。だってこんなんでいいってことはね、タペストリー燃えそうだけどね。よし、行こうか。じゃあ、あと1個。なんだかんだいっぱいいっぱいになりますよね。じゃあ、超激突マシンで行こうか。あそこなんか浮いてっぽいけどね。もうトロルも楽勝になったからね。お、砂漠地帯。アルミラージ。これは上、そうだ、これが、こんなのいるじゃん。上質な怪我は。よっしゃよっしゃ、これで、装備品が作れる。ドン。爆弾は一撃だし。これね、これだ。これで爆弾石と、なんだっけ、あれ。オリハルコン、ここにあれば、あれができる。魔法の玉。あれ、ちょっとこれよりいいかも。自分的にこれよりいいかも。これ、裏作業でね、ちょっと集めとこう、ここら辺は。サボテンもね、これもね。まだサボテンあるでしょ。9がこっちだから、まあ、とりあえずここの中も見てみようか。せっかくだから。これ銀じゃない？ね。あんじゃん、これオリハルコン。これないんで壊すんかな。魔法のあれで壊せんじゃない。
うわー、さすがに神の金属は壊せないか。無理だね。オリハルコンがここにあることは分かった。オリハルコンあるけど、壊せねえな。この程度の武器じゃ。だよね、魔法の弾で多分壊せるので、魔法の弾を作るのに、爆弾石となんか必要だから、まあいいや、また後で来ればいいや。とりあえずオリハルコンあるとこは分かった。うん、しばらくは超激突マシン、これね。あんだけ苦労したら何だったんですよ。はい、一回激突したら、まあ A ボタンっていうか、それを押せばまた激突するんで、こういう感じ。さて、もう一個取って、あんなのもいる。今のパートのうち入れときましょう。あとでまたそれだけ取りに行くパート作るの大変なんだよね。まああんま潜水関係ないんだっけこれ。はい、僕知ってるよ。昔は緑の草原に可憐な花がたくさん咲いてたんだって。でもどこを探してもそんなもの見つからないよ。ピンクの花か。氷、あー、うわ、氷の下にオリハルコンがある。氷もね、なんか作れるからね。これよく見ると死のサソリだよね。なんだっけ、そう、なんか強いし、鉄のサソリじゃなくて、これメガンテって言ってるって、あ、ダメ、やべやべ、間に合わない。砂も初めてだ。ガラスが作れるからね、これね。50も回復するんだ。これさ、多い誰かって、なんかこれロロンドさんだと思うんだけど、違うかな、あれ、多い誰か、ん、うお、そこに誰かおるのか。不届きな魔物どもに襲われて固い岩の中に閉じ込められてしまってな。頼む、誰かは知らんのか、我が輩をここから出してくれ。この岩は恐ろしく固い。何か爆弾のようなものでなら壊せる気がするが、魔法の弾だ。さて、まあ、なん、作れんじゃん、魔法の弾。爆弾石、なんだろう、あ、作れんじゃん。普通に。いやいや、作れんだったらいいや。さて、魔法の弾。えい。ぬぐあー、ロロンドでしょ、これ。助かったぞ。お、あそこだ、あそこを見ろ。すげえ爆発だったな。ん？こんなところにも人間がいやがった。ひょっとするとこやつが噂のビルダーとかいうやつなのでは。だとするとこいつを倒せばお手柄だ。先生やっちまってください。何それ、先生を倒せ。ロンドさんだ、やっぱり。オリハルコン、誰、うわっ、バカバカバカ、今すげえ食らった、すげえ食らった、すげえ食らった、すげえ食らった。強いし、これ連続で置いたらダメかな。これ全部使ったけど、オリハルコンこれで壊せるもんね。ゾーン、オッケー。
さて、そんな先生がキングスライム。ああ、まさか先生がやられちまうなんて。もうやめて、お願いですから。魔法玉なくなったけど、爆弾岩倒せば取れるから、オリハルコン集めようか。おお、すまなかったな、若者よ。おかげで助か。ロロンドさんだ。ぬお、ボッコ、ボッコではないか。う、久しぶりだな、ボッコ。我が輩は嬉しいぞ、本当に。む、なんだと、ルビスによれば、我が輩が三賢者の一人らしいだと。む、我が輩もそこまで公明になったか、公明になったか、素晴らしい、素晴らしすぎるぞ。ドアッハッハ。実はな、精霊ルビスからお告げを聞き、竜王討伐の準備を進めるお主を助けるために、春からアナトームに向かっていたのだが、途中で大切なものを魔物に奪われてしまってな。さあ、あのスライムから我が輩のイニシエのメダルを取り返してくれ。返したし、取ったし。取ったし。イニシエのメダルなんかどこにあった？落とした？ちょっと待って。ひい、すいません、すいませんでした。だから絞るのはやめてください。僕の青い油は臭くてまずいですよ。これはお返します。だから僕を絞らないで。あ、そういうことか。なるほどね。なんか久しぶりの武器あるけど。オリハルコン、うむ、よくぞ魔物の手からイニシエのメダルを取り返してくれたな。精霊ルビスからのお告げによれば、そのメダルは竜を倒すために必要な虹の雫という道具を作る鍵となるものなのだそうだ。イニシエのメダルはお主のものだ。時が来るまで大切に取っておくのだぞ。さあ、ひとまずお主の町まで行こう。あと一つ足りねばならぬことがあるのだ。我が輩もしばらくの間、お主のラダトームに住まわせてもらうことにするぞ。あ、そうだね。うむ、なんだその苦虫を舌の上ですりつぶしたような顔は。う、情けない、情けないぞ。お主は我が輩と住みたくないと申すか。ん、何？冗談だと？うわはは、こいつめ、こいつめ、ぼっこめ、ぼっこめ。さあ、ぼっこ、一応ラダトームへ向かおうぞ。そうはね、姫の翼ないからね。おお、ミスリルとかあるじゃん。ここも。いただきましょうか。ほら、ほりゃ、逃げろロロンドさん、危ないよ。ザーン、オッケー。ブルーメタル、ミスビルじゃない。オリハルコもいっぱいあるな。ここにもう一個置こうか。お、なんだ、いいね、いいですね。ソリ、逃げろ。ブルーメタルっていいんじゃない。オリハルコンとどっちがいいんだろう。オリハルコンのがやっぱいいのかな。ここだね。これまた爆弾を倒せばまた取れるからね。まあそれはまた後でもいいや。宝とかあるかもしれないからね。これ言ってるそばからあったし。あ、ここで壊せばよかったな。まあいいや。あ、ここも浄化できるじゃん。呪いが解けた。これ何？あ、必ず壊れちゃった。と。あ、ミミック。ミミック一食い箱。見えないし、ここ。キメラの翼も集めとこうかな。とりあえず上、どっかに行けばまだスターキメラがいるから、今持ってないんで。あ、いいのがいるじゃん。さて、戻ってきました。お、ボコ、三賢者の一人を連れてきてくれたんじゃな。ふむ、あれが賢者か。賢者と言われにはそこが浅そうじゃな。偉そうにヒゲなど生やしておってからに。しかし、メルキドの地からはるばるこんな遠い地までたどり着けるとは。その後のビルダーとしての力が、メルキドの復興が進んだ証拠であろうな。メルキドか。メルキドにはかつて伝説の鎧である光の鎧があったというが、そうか、伝説の鎧のことをそなたに伝えるのも、あの男の役割ということじゃな。さて、ボッコ。以前、そなたに与えた竜王の住む島へと渡る虹の雫の原料のありかについてじゃが、どうやらこのラダトームの奥の闇の奥で何者かが隠し持っておるらしいのじゃ。おそらくじゃが、その虹の雫の原料を持つ者こそが、そなたがビルダーとして最後に戦う相手になるのであろう。しかし、詳しいことはまだわからぬ。わかり次第改めてそなたに伝えよう。
そなたの役割ももうすぐ終わる。もう少しじゃ、もう少しだけ頑張るんじゃぞ。まあ、それがラスボスなんかな。竜王じゃないんかな、じゃあラスボス。わかんないけど。まあ、そこまで行ってみたらわかることなんでね。待って、あ、姫様がなんかチェックマークついてるので。まあ、三賢者連れてこいって依頼だったもんね。おお、これがラダトームの町か。メルキド録に書かれた伝説の城下町がここに。今のメルキドの発展ぶりに比べればまだまだではあるが、さすがだぞ、ボッコ。まったく、主はすごいやつだ。このままの勢いで竜王も倒すであろう。ぐわははは、愚問だったか。竜王を倒せるのはお主以外にはおるまいからな。そんなお主のためにもう一つ。メルキドに伝わる伝説の鎧について教えようと思ってるんだが。姫にも挨拶をすねばならぬ。もうしばし待っておる。ぶわはは。おっと、そうであった。メルキドの士から預かり物があったのだ。この地は魔物の攻撃も激しかろう。これを使いラダトームの町を守るのだ。お、トゲ罠。あ、そうなったね。さて、とりあえず、まあ、話してをね、まあ、進むんでありましょうから、まあ、今回ね、まあ、三賢者、まあね、まあ、全部見たことある人たちでしたけどね。まあ、最初の姉子だけかな、びっくりしたのは。あ、もう姉子びっくりしたけど、姉子出てきた時点で、あ、他のとこの、誰かなんだろうなと思いましたけどね。まあ、よく考えると見送ってくれた方々ですよね。なんですけど、最後だけガロンだったかな。僕、姉子はね、ちょっと恥ずかしいガリアで見送ってくれませんでしたけど、なんとか、まあ、こんな感じでみんな揃いましたね。まあ、今までの顔ぶれ全部集まってるんですごいですよね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。